ました。甲子園球場です。セパ交流戦、阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルスの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のタイガース、どのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり岩田でしょうね。はい、まあ、前回は打線に助けてもらった形になりましたから、まあ、ただ今日は本来の力を出し切っていい投球をしてほしいですね。交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。9回、最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神、藤川、声援を背負っての登板となります。宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか？そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思います。まあ、ここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど、さあどう来るか。打ちいっぱいに決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。いい当たりですが、この打球は落ちそうだ。レフト線を深く上げるヒットになりました。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番三好。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド変化球外れます。またファウル。ここもファールです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには7番アフランド。前の打席ではファーボールを選んでいます。ワンアウトランナー一塁です。ボールになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ファウルになります。低めの変化球は決まりません。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。8番バッター島、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナー1塁です。低め見送りました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。見逃し三振になります。試合終了。僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。